JR 石勝線は大雨で線路に土砂が流れ込み、札幌と帯広、釧路を結ぶ特急などが運休していましたが、午前11時過ぎに運転を再開しました。 JR 石勝線は先月31日大雨により一部区間で線路に土砂が流れ込んだり、線路の土台部分が崩れたりしたため、追分と新徳の間で運転見合わせが続いていました。 JR 北海道は復旧作業が終わったとして、先ほど午前11時12分帯広発札幌行きの十勝6号から運転を再開しました。とりあえずはほっとしてます、はい。それは良かったですね。やっぱり釧路とか十勝の人はね、やっぱりこの JR が普通になるとね、やっぱりみんなすごい影響するんでね。石勝線では先月31日から今日までに特急列車を含む列車124本が運休し、およそ1万1700人に影響が出ました。